今ねこう持ってきたね。そしてこの手とかね、それからまあだから手に行けば彼は手に来るの。手に行かなければ手に来ないの。全然ね、手に来ない。ここの手をぶつけていけば彼は手を感じてやってるんだけど、手を感じてないの。そして僕の気持ちは重心を取るとかそういうことなの。だからこうやって手はあんまりこういうふうにやってないの。場所もらってんの。場所。それで気にしないでねって言ってんのね。ここね、ここ気にしないでねって。場所。手は何もしてない。手をこねこねしてない。よりどころになっちゃうから。もう全然ほら、全然この場所。手何もしてないの。そういうふうにやってほしいんだよね。形って大体意識の表れだから、こうやってやってやろう。手をこの人は手をすごくやってるなって、手に意識がいってるなって分かっちゃうんじゃない。で僕はこういうところを気にしないで重心取りましょうねって言ってるんだけど、気にしないって言うと全然気にしてない、してないかったらやられちゃうの。だからここを通じて彼を感じてるの。ここセンサーだから、センサーの役目なのここね。でこ力が入ってたらセンサーが効かないの。だから力抜いてんの。でセンサー効いてんの。ほらどういうふうに来てるって分かってんの。どういう圧力が来てるかっていうのはセンサーだから。センサーは力入れちゃダメ。こっセミの触覚っつったんだけど、センサーね、セミの触覚力入ってないよね。セミの触覚なんだから力入んないの。力入んないけど触覚でどういうふうに来てるかっていうのは分かってんの。そしてほらどういうふうに来てるか分かってんだよね。それでいい位置もらってんの。でいい位置もらってんの。だからこういうところでギューってやってないんだよ。そういうふうに練習してほしいので、塩投げって形があるから塩投げね。今度は足自由、いろんなとこ行けるの。隙間もいろいろあるの。そして塩投げの形があるの。塩投げの形全然こだわってないので、みんな気にしてこういうとこ気にしてるから気にしないでねって言ってんだけど、感づいてなきゃダメなの。こういうとこどういうふうに来てる、彼どういうふうに来てる、そうどういうふうに来てるか、それを感づきながらやるっていうのは仕事で、真ん中もらう。でここはあんまり関係ないで感づいてるね。それで塩投げって形があるから塩投げやりましょう。塩投げは表と裏あります。こういうね、表と裏、こう裏はね、感づいてて、こうでまっすぐ正面、自分の前。じゃあ塩投げって形で結構やりましょう。あのね、四方投げでも何でもそうなんだけど、ここでやったらダメなの。生きてんだからこれって。まずやんなきゃいけないのは、優先順位としてはこの手が来ない、足が来ない、そういう位置に行くのが優先なの。じゃここでやったらやられちゃうの。やられちゃったら何にもなんないの。だからやられない位置でやってんの。やられない、絶対やられないよって。ほら届かないんだもん、おへそが向こう行っちゃったんだもん、こうやって出てるから。そこね、届かない。まあ届いても大したことないの。それをまっすぐ上げてきたの。だから四角なの。いつもどの時点を持っても四角なの。彼は反撃できないの。反撃できない位置でやってんの。それを学びだから、ここで塩投げの形ってやられちゃうんだよ。やられちゃったら終わりなんだよ。死んじゃったら終わりなんだよ。だから死なないの、死なないの。ほら死なないで、いざとなったらこう、そして塩投げの形があるからこうやって入ってきたの。だからやられないんだよ。だいつも安全なの。安全が第一だから、安全で自由っていうのは一番大事だから、人の前でやらない。まず優先順位が何かよく考えて、優先資格もらうのが優先なので、いいよ帰ってくるのね、腰かそう、そしたらここに出てきた、そしたら一挙の形になるので、これやり続けてたらやられちゃって終わりちゃうんだからね。そういうことね。そういうことで、もう少し塩投げ。
受け身の人はね、あのこうこうドラッとして、僕がドラッとしたら攻撃来るの、攻撃、これが役目だからね、攻撃、攻撃が来るの。彼こうダラッとしてれば引っ張り込んできてボカッてボカッてで、それを利用して利用してこうなんかやってるとか、利用してこう引っ張ってきて、そう引っ張ってきたのをこうやって利用して、こうやってこうやって後ろ四角もらうとか、そういうことなのね。でやられに行ってるのが仕事じゃないんだから、攻撃するのが仕事、こうやってこうやって攻撃するのが仕事だから、僕がボサッとしてたら、そうそう、こう来ちゃうの、来ちゃう。でも初心者のうちはできないから、それやったらバトルになってよくないから、持たせて待ってんの。 でもできるんだよ、これやれば線でもらってんだから、こうやってやればできるの。でもやらないの、やらないで待ってて、はいどうぞ、はいやってくださいね、それからスタート、スタート。これね、だからご覧だけど、線なんだ、線の稽古やな、ご覧だけどね、ご覧だけど、ご覧だけど本当は来るのってことは分かってるってことで、分かっててやってるってことね。それから受け身の人は、受け身の人はこれ伸ばされちゃ嫌だから反撃しよう、でこうこうね、こうこうやってこう、こう利用するっていうのはそういう、攻撃するのが仕事だから、攻撃攻撃、こう曲がってきた曲がってきた曲がって、まあ、ほら曲がってきたらそれを利用してこういうの抜けて、これあの稽古が進んでくると勝手にもう死にたいで、やられて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 ると全然つまんないし稽古にならないの。彼が死にたいだったら反撃してくるから、反撃してくるから、反撃してくるから、反撃してくるから楽しいの、楽しいっていうの、稽古が楽しいの、お互いのコミュニケーションだからね。で反撃しないと話なの、はあ、反撃してほらこうやって上げようと思ったら反撃してくんだよね、その時にですか、ほら下ろしてきたの、それでこういう技になるとかさ、反撃がなかったら全然ないの、技ないの、あ安心だから、安心だから、おさよなら、でも何もしなくたっていいんだよね、反撃してこないの、反撃してくるから、そう反撃してくるから、こうやって反撃を利用して、そうそうそうね、だから四角に入って下に落としてこういう形で、反撃があるから、彼が反撃がなかったら同じってこと、ああなかったら安心、何にもしないでいいの、何にもしないの、何にもしない、反撃してくるのね、引っ張ってことかって、これがあるからね、こうやって、それだからこうこうね、こうやってこうやって入ってくるとかさ、そういう、そうすると楽しくなるじゃん、そういう風にやってほしいんだよね。それは難しいんだけど、最終的にはそういうことだからね。でまあ形があるからね、塩投げの形で四角、そして反撃で自動的に彼は防御反応としてこうやって持ってきたら、こうやって落としてもいいよ。それからね、こう入ってきた時に防御反応してこういうふうに曲がってきたら、こういう入ってもいいよ。そういうことだからね。あの反撃しなかったら何もならないの、あなやることないんだから、やる意味がないの、合気道でやるかとさよならって安心、お互いに平和、全然平和、反撃がしてくるから、反撃してくるから、こうね、こうほら反撃、そうそうそう、反撃してくるの、反撃してくるから、こう四角もらってこういう、そうそうそう、それで反撃できないようにこういうふうに押さえてきて、反撃できない、反撃できない、おお反撃しようとしてるねしようとしてるけどね、まあそういう話そういう話だから、でいろんな形があるってことで、今度はこう入ってきたの、だこう振り返ってボカってくるんだよね、これ反撃の形で、この時にこっち入っちゃうの、そうすると彼はボカって来る前に僕がこっち入っちゃうの、はいさよなら、そうできないんだよね、ほらどうする、どうする、足そう、その時に落とした、それが入り乱れの形、こうやって入ったの、そしたら反撃してくるの、そうそうそう、その時落としちゃったの、そしてバッてこういうふうにはめちゃったの、これが
なんていうの、いい意味だけの形ね、こうやって入ったら、あ、そう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 、そしたら落としちゃったの。そしてボカって、そう落ちてきたらボカって、逃げられないようにボカッと落とした、そういう形ね。じゃあ反撃を考えてちょっと入り身投げやってみよう。あのね、後ろ取られると気になるのね。後ろ反撃、こう後ろ取られて気になってると、あ、こっちでもいいよ、こっちでも、こっちでしたら、だから下に落とした、下に。それから上がってくるときボカってやったの。だ、反撃があるから、反撃があるから、こうやって後ろ入ってきたよね、後ろ入って、そしたらこう落としたの。だ、どっちでもいいのね。要は反撃するからやってるの。反撃するから、それ形がいろいろあるので、後ろ入ってくるとこう手、そうでいいよ、それで下入ってきたらこういう形、そしてずっと落としてきちゃった、そういう形ね。まあたまたまこういう形になっちゃったんだけど、こうまあいや、こう外に出たの、したら反撃してくるの、反撃、そうそう、したらいいっすよね。それとか、今やったのは反撃してきたら下に落としたの、そのまま下に、そしてこうやって上がってきたの。で、形がいろいろなの、こうしたの、それでいい位置来て、こうやって落としてくれば、こうやって大事だから、ね、そういう形。要は後ろに入ってくると彼は気になって後ろを振り向いてくる。こっちでもこっちでもどっちでもいいんだけど、振り向いてくる、振り向いてくるのを利用してるの。こうやって、こうやって、こうやって下に。これがないと技にならない。本当のこと言って、やられたままで、彼やられたままでさ、私がどうするのって、これ聞いてんだよね。でも反撃してくるから、反撃してきて、そうそう、してくるから技になる。そういう話なのね。そういうことを理解してないと、なんだ、サービス受け身の応酬になっちゃうの。サービス受け身。やられに、受けの人がやられに行ってるって。技やってくださいって。僕が主導じゃないから。受け身の人、彼が志立って言ってね、あの剣術だと、なんていうのかな、切られる方が先生なんだよね、大体ね、上なんだよね。だから彼の方が上なの。僕はフォローしてんの。はあ、やばい、だからこうやってやって。やばいの。やばいからやってんの。やばいから、こうやって来たら、そう来たら、だからこうにさばいてきたの。そしてね、こうやって上がってきた、上がってきて、もう一回これ来たから、こうやって落として、で上がってきたから、もう落としちゃおうかなって、こうまた落としちゃって、痛くしちゃおうかなって、そういう話なんだよね。それはだから、なんとだかな、その受け身の人のなんだ、コミュニケーションだからね、受け身と取りの人のね。だから勝手にやってないってこと、僕は勝手にやってない。彼がやってんの。彼がやってんの。で、こうね、こう。で、後ろ入る。ああ、ね、そう。ね、こう、表に入るとか、裏に入るとか。彼が、これ、この手があるから。この手があるからやってるってことね。で、それで、いろんな技があるの。で、何やろうかなと思ったら、小手返しやろうかなと思ったんだけど、みんなこうやって来るからね、肘、こうやって張ってくるからね、こうやってやっつけ、僕のこと、効率的にやっつけたい。だからこう、はあ、この肘使ってくるんだったら、こう一挙、こう一挙ね。で、こういうふうに、一挙やりましょう、じゃあ。こうやって入った、そしたら肘来た、そしたら一挙、こう、で、こう、こう。で、こう、来たら来たんだよ。だから、あんまり入っちゃダメね。ここいつも気づいてるの、これ、ああ、気づいてるの、これいつも気づいてるの。それで、四角に入って。で、ねじってなかったら、この筋肉使っちゃうから、ねじってんの。で、筋肉使わないように、そして、落としてんの、伸ばしてんの。そう、起きれないの。そして、体のこういうとこ使ってんの。こういう肘とか。おい、これ肘使ってれば全然いいよね、片手でね。そして、ここに入っちゃったら、痛いで、いてててってなっちゃって。自分でボケツを掘ったって形にしたいの。ね、そういうふうにした。だからこう後ろ入って、肘が来た。そしたら、表からになったら、そう、
これ来るね、このままむやみに入ってきたら来ちゃうの。だからこの手は気がついてる、気がついてる、上にテンションがあってる、そしてから入るの、それで下を入るの、そうするとこういうふうになってる、こうなってバンってやるのね。じゃあ一挙やってみようか、一挙面白いからね。じゃあ一挙やりましょう。あのそれからね、後ろ取ってくるよね、来るよね、ギュッてギュッて、俺の力でやってんじゃないの、彼がこう来たの、これをプラスしてんの、補助してんの、僕は補助してるだけ、やってんのは彼が崩れたの、ほら補助してるだけ、俺の力でやってんじゃないんだよという話なのね。だそれをどうやってやったら効率的に補助できますか、こうやってやってこうやって来てるのにこうやってやったらぶつかっちゃうんだから、ぶつけ、ぶつかっちゃってるだ、うまくないんだから、だからね、こう来てんだよ、そのまま、ほらそのまま、そのままどうぞこっち来てちょうだいって、こっち来たいんですかっていうふうにやってるわけ。そういう話ね。それでそういうところを見つけるっていうのが、だからそのぶつからないところを見つける、それが稽古だからね。で、あの今のは割とこう反撃を利用するっていう形で稽古したので、今度こう、ね、見せて、餌見せて、餌パクンってくるよ、こうやってしたらこの手使ってポカってくるのね。でも線で入ってるの、それで入る、資格もらったの、ここでいっちゃう、いっちゃうね、こうやって見せて、そしたら時にこうやってこうやって出してくると彼は来る、でこの手使いたい、この足使いたい、でも これ以上来ちゃ嫌だよとこういうふうに出した、来ちゃ嫌だよとこういうふうに出した、そしたら来ないの、止まってんの、ほら止まってるよね、ほら この手で反発してんだよね、その間に僕はこういうふうにやって、こうやって来ない、餌見せたんだけど来ないでねって、ほら、そしたら餌見せたけど彼はこれ当たっちゃうから、これってほらって、こうやってほら、このなかったらこれ当たっちゃうの、当たっちゃうと終わって死んで彼は終わり、でも死にたくねえからやったんだよね、やってる間にこうやって上がっちゃったの、そして場所もらっちゃったの、そしてこういうふうに落としてきた、そういうふうにやって、これも一つの形、これはうちに入る形ね、バーッとこう必ずこういうふうに受けてるの。でこういうところ気にしてないのね、バッてバッてバッと、ほらこれ以上来ないでねって、これはこれ以上来ないでねって言ってるだけ、そしてこれをまっすぐ額に持ってきたので、こうして回してくるとここに入れる、そして自分がまっすぐ出る、そうすると一丁の形になるから、これをやりましょうね、こうして来ないでねってこう、彼はうまくなれば、彼こう来るの分かってれば、彼はいやいいよやってなんかって、こうにやってやられちゃうかもしれない、そうやられちゃうかもしれない、でもこうにやってるんだから、好きな、それは上級者と先輩と後輩の関係なんだけど、今は、この手をどうこうしようじゃなくて、彼がこの手をどうこうできるんだけど、しないでね、しないで、受け身の立場だから、受ける立場で、鳥の立場はこういう、重心をもらう立場、重心をこういうふうに置き換える、彼の場所を奪う。そういう形で、それから落ちて、それで座るっていう感じですね。そうすると一挙の形になるから。じゃあ一挙の形、やってみよう。ただ今度はね、もう同じ。こう、テンション、こっち行っちゃいすぎちゃうと、この手が効いてるからね、この手。この手が生きてるからね。この手を殺してるってこと。殺してるってのはどうするの？で、こっちへやってんの。で、この手はこっちやってんの。テンションが勝ってるの、こっち。テンション。テンションが勝った状態で上がってると。テンションが緩んだ状態だったら、あっちゃうの。当たっちゃうの。だからテンションがかかってるの。こっちへかかってる。こっちへ。
そしてまっすぐ。そして腰だけ返すの。そうするとこの手ね、緩んでればこの手来るよ。でもテンションが向こう来ちゃってるから、ほら来ないんだよ、来ないんだよ。これ全然この手安心なんだよ。で重心だが入っちゃったのね。そしてやった方がいいんじゃないですかって話。だこういった時に向こう行っちゃうんだね。この手こってどこかどこからもらっちゃうんだから。パッったらもらっちゃう。もらっちゃう。もらっちゃったら死んじゃって終わり。だから、このテンションとこのテンションはニュートラルでこういう風に入ってくる。こういう風に。ニュートラルね。それ大事だからね。で、こっちが入ると、なんだっけ一挙の形。で、こう、頭の方に入ってくると三挙の形になる。こうやって入って、こっち入ってくると3キロの形。頭の方だからね。同じでしょ？同じ。こう来て、今こっちから、頭こっち。こうやって、この肘に対してこっち。ところが3キロの形はこれ下がってきて、ほら。頭の方に自分が入る。そうすると3キロの形になるから。それだけ違うだけだから。ね。バーンって来て、ワンとこう。3キロ。何もしないよね。待て、こっち入っていかないの。こっち入っていかないの。こっち逃げるってのが、頭の、この肘の頭の方に逃げる。バーンって来て、ほら、ほら、そうそう。三挙の形ね。三挙の形、ちょっとやってみましょうか。難しいね。要はあっちこっちやるとさ、勉強になるってかな。こう頭の方なの、頭、こっちから来たら一挙なの、こっちから、自分がこっちに逃げたっていうのかな、頭がこうあれだ、まあ、こう来ないでね、言っといてからこう、頭の方に逃げたの。ね、そういう話だ。いろいろことや、あっちだとかこっちだとかやると勉強になるから、いろんな形でやった方がいいの。で、こっち来て、こっち、入ってきたら、ほら。今度内側入んの。三挙でやってね、三挙。三挙はこっち入ったの、こうやって。でも今度はこっち入ったの。こっち、こう。そうすると、入り方違うだけで同じことなんだよ。同じことで頭ピュンってやって。ね、こうやって、こっち来ないでね、この蹴りとかやだよ。来ないでね。それだけど、ほら。で、こうやってやって腰投げ。腰投げ抜けてくると、こういう。なんていうのかな、こういう形、いろんな形やった方がいいだろうね。こうやって、こうやって、こういうの、ね。じゃあちょっと、今度外側に入るのね、内側に入って三挙だよ、三挙。こうやっちゃったら三挙。で、これをこっちに入ったら、こっち。そして腰投げやって、向こうが抜けたの。これ内側に入ったのね。これ三挙の内側ってやつ。で、今度はポンって来たら、こっち外側に入るの。で、下げるの。これ、ただのこんな、まあ面白くないんだけど。こういうのね。これできるね。これ、他の人やってたの。他の人ってかな。間違った人やってたの。最初やったら、こうやってやって三挙やったの、三挙。で、やる前にこっち入っちゃったの。こっち。そういう話だからね。今度やるのは、最初から外側に入って、来ないでね言って、外側に入んの。そしてこっち出すの。ね。じゃあやってみましょう。じゃあ今度は、まあいろんなことやるっていう意味ね。で、最初はこうやっちゃって、こっち入って、こっちこういうふうに入ってたのね。で、今度はこういうふうに入ってるね。やってることは最初やってるの、このテンション、同じなの、同じ。だからこの時に、いや、取りたかったらこっち入っていっちゃったらいい、これ待ってんだからね、やられちゃうのね。こうやって、来ないでねって言ってたら、こうやって下に入ったの。それから入ったの。それで下落としたの。そういう話でしょ。何やろうな。ああ、そうだ。今度は、じゃあ、こうやって入ったんだけどね。こうやって入ってこっち入ってきたんだとか、外入ったんだけど、こっからこういう風に入んの。こういう風に。同じだけど。
来ないでねとか来ないでね来ないでねって来ないでねって来ないでねってこの手はそのままさっきは内側からこう入った糸がこっちから出た今度はこう来てそのままどうぞあちらへあなたの場所はあっちですよそういう感じねで自分がこう入ったあっち来たあっち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 こういう感じねいや場所が違うだけだからじゃあやってみます。